研究と錬磨に励んでいた茨城千歳俊房が福野七郎右衛門正勝と共同して創始したと伝えられている。俊房は沢庵和尚に禅を学び、その流儀を祈祷流と命名した。寛永年間、三代将軍家光の頃である。岡山における祈祷流は、備前岡山の藩士野田和左衛門に始まる。彼は江戸在勤中に徳川幕府に仕えていた今堀吉之助に師事し、祈祷流を学んだ。岡山において祈祷流は幕末から大正にかけて大いに栄え、幾多の実力者を輩出した。これは岡山市足盛の旧足盛藩の道場に掲げられていた祈祷流の型の名を記した板で、すでに柔道の文字が見られる。野田和左衛門の長男久馬の墓、彼の墓碑に父和左衛門のことが書かれている。久馬もまた弟の直蔵と共に江戸において祈祷流を学び、池田藩士にこれを指導した。久馬と直蔵は文久3年より池田藩校内舞踊館において祈祷流の指導に当たった。舞踊館は野田家によって町道場として大正まで守られていた。吉田家を継いだ直蔵は廃藩を間もなく上京し、東京において祈祷流の道場を開いた。ここには加納治五郎も通っており、祈祷流は弘道館柔道に大きな影響を与えることとなった。岡山武道館、岡山県柔道の功労者金光弥一兵衛の像が建てられている。祈祷流野田派最後の後継者である彼は、弟子である難波東次を相手に祈祷流の型を8ミリフィルムに収めた。昭和27年頃のことである。小高家に残された祈祷流の伝書、内野幸重と大谷高政が残された8ミリフィルムを参考に、難波豊二小高茂の指導を仰ぎつつ再現した祈祷流の型である。
はい。緑皮こだおれ打ち砕き車倒し。しころ返しは2本になっている。しころ返しその1、その2、夕立。引き落とし。受けは鳥の帯の前後を取り引きつけながら腰投げに行こうとする。
けの引き付けに乗じて受けの腰を引き付け、同時に胸を押し上げ後方に崩そうとする。受けが体勢を立て直そうとするのを鳥はその力を利用して体を捨て、受けを投げ捨てる。引き出し崩そうとする。受けが体勢を立て直すのを肩を引きつけ一気に投げ捨てる。引き落とし、受けが起き上がろうとするのを受けの右肘を跳ね上げ後方に崩そうとする。受けの押し返す力を利用して投げる。引き落とし、組むと同時に鳥は一気に浮き落としの要領で投げる。受けは鳥を前方に押しつぶそうとする。鳥は逆らわず受けを前に崩そうとする。受けが上体を起こそうとするのに乗じて腰を引きつけ、右手で引き上げ気味に崩し投げ落とす。崩そうとするのを鳥は受けの力を利用しつつ受けの体を浮かし気味に前に崩し体を捨てて投げる。しころ返しその2。受けは鳥の前帯を取り引きつけるのを鳥は受けの右手を手刀で切り離し、同時に右袖を取り左手で襟を取る。前に引き崩しつつ真後ろに体を捨てて投げる。手で手刀を作り鳥の腹部を突いていくのを鳥はすかさず受けの右肘を握り、受けの出てくる方向へ引き、受けの体を後方に崩して決める。7本。見砕き。車が
返し、水入り、流雪、坂落とし、雪折れ、岩波。7本を高速度撮影で見てみよう。三砕き、して演じる。これは加納治五郎によって作られた弘道館古式の方の原型となったものである。祈祷流野田派の道統を継いだ人々と内野幸重、大谷高政の努力と研鑽によってよみがえった貴重な文化財である。